皆さんこんにちは、衆議院議員の原口克弘です。今日のご挨拶 B です。まずですね、今日は、松下幸之助さんから言われていたさすってやんなはれっていうことをお話をしたいと思います。今、ちょうど佐賀市からですね、神崎の方に向かっています。この佐賀で、県会議員から衆議院に当選させていただいて、27の時からですから、もう33年が過ぎました。でちょうど23歳の時にですね、松下幸之助さんと松下幸之助の人間道場、松下さんとですね、人間間の、その時言ってた言葉は乱取り稽古をするんだということでお話をしてもらいました。とってもですね、月に1回あの門真の松下さんのところへ伺ってですね、あるいは松下さんが東京におられる時には東京でずっとお話をさせていただきました。本当にあの幸運な塾生の中でですね、私が一番あのそういう幸運に恵まれたんじゃないかなというふうに思います。で松下政経塾の入塾試験の時に、君は佐賀から来てるけど葉隠れとは何かということを聞かれました。葉隠れっていうのは、武士道とは死ぬことと見つけたりということでですね、有名なんですけども、死の文化ではないんですね。死の哲学ではない、生きる哲学なんですね。今日はその葉隠れについてお話しするんじゃなくて、その後にですね、入塾してすぐに、松下さんが私に質問を出されました。でその質問はどういう質問かというと、原口君、君はな、いろんなの学校で勉強したそうやなと、法学だけじゃなくて心理学もやったんやなと。でそれやったらイランとイラクが、なぜ戦争するか、ここ馬場さんのところですね、これエッフェル塔、馬場さん元気ですか、馬場ボディの、もう本当に県議の時から応援してもらって、イランとイラクが戦争してたんですね。で同じ、ムスリム、同じイスラム教なのになぜ戦争するか、心理学で分かるかっておっしゃるわけです。で、ご存知のようにシーア派とスンニ派で違いますよね。でそういうその違いを認めないところから、争いが来てるんじゃないかっていう話をした時にですね、そうやなと、政治の世界も同じやと。これがあのセフリの山々ですね、綺麗ですね本当に、もうじき吉野ヶ里遺跡を通ります。ぜひですね、皆さんご覧になってください。佐賀平野は広くて本当に綺麗です。その時に政治の世界はそれじゃあかんと、当時ですね、国会でも激しい論戦が繰り広げられていました。でその激しいのはええと、いいと、ところが相手をけなしたり相手の人格を攻撃したりというのはあかんでと、でさすってやんなはれっていうことだったんですね。今日も朝あのニュースで私のツイッターも出たんですかね、私の顔写真と、 NHK さんでしょうか、ありがとうございます。毎日毎日こうやってメッセージを送ってるのは、柔和なるものに引き継ぐため、柔和なるものに引き継いで、恒久平和とですね、そして核の廃絶、社会を少しでも明るく温かいものにしたいということを考えているからであります。とは言っても政治は権力闘争ですね。でその権力闘争の中 にいるとですね、愛憎、特に近しい人間であればあるほどですね、敵対した時には、激烈な反応になります。私が今でも申し訳ないなと思うのは、希望の党のあの騒動の時に参議院議員が、民進党に、参議院議員の同志の皆さんがですね、
そのまま、残ってさ置いてきぼりにしたんですね。まあそれは討議で決めてるわけですから。でもいつもその衆議院が騒動をして、参議院がそれのまさにツケを払わされると、そういう状況をですね、が今も、続いてるんだよという友人がいます。確かにそうですね。立憲民主党さんとですね、国民民主党に分かれて、そして、衆議院はもう会派もですね、壁も去年ぶち壊してなくなってますけど、参議院の場合は今なおそれぞれ別々に議員総会をやっている、そういう中での両党の合流の話なんですね。なかなかそのすんなりといかないというのは、それはその通りかもわからない。ただやっぱりお願いをしたいのは、さすってやんなはれと、それぞれあれがこうした、これがこうしたと、ポスターですね、ありがとうございます、言うと、それはもう再現のない連鎖、敵外心と憎しみと、そして、離反の連鎖に陥ります。やっぱり政治の世界で必要なことはですね、さすってやんなはれ、それぞれいいところを認めてですね、お互いの力を引き出していく、それは政権政党同士の戦いもそうですね。もちろん、不正やあるいは税金の無駄遣いや、あるいは政策の誤りは、それは厳しく正しますよ。でそのことと相手の人格や相手の支援者まで攻撃することとは全く違いますよね。これもう神崎に入りましたけども、神崎も非常にこう水が豊かですね。そして消防で頑張る人たちも多い、私の祖父の五郎はですね、このちょっと南の千代田っていうところから、この三田川って当時言ってましたけども、今の吉野ヶ里町に、五男坊ですから、開墾に出てですね、梨園を広くやってました。でその梨園は今は、いろんな住宅になったり、自衛隊さんのですね駐屯地に一部なってるそうですけども、今なおですね祖父の遺影をですね、皆さんの集まるところに掲げていただいて本当にありがたいです。この先がですね、吉野ヶ里遺跡こもりしてますよね。で吉野ヶ里遺跡についても申し上げると、これは、工場団地で、記録保存する予定になってました。でそれを今県を退職されましたけども、高島忠平先生や七田先生の親子がずっと研究をされてですね、そして当時 NHK から佐賀に、初任地だ、その出川さんがですね全国に広めていただいて、佐賀テレビの内藤副社長がもう一生懸命ですねこの研究会を作ってですね、 この先が吉野ヶ里遺跡です。もう今日はこの中に入ることできませんけど、ぜひですね、縄文弥生邪馬台にかかるですね、様々な古代のロマンに触れてみてください。ここに入ってみるとやっぱり特別のものがあります。私県議会議員の時に、吉野ヶ里特別委員会の委員もさせていただきました。当時自民党の青年局長でしたけども、自民党の中で、遺跡を残すんだという議員を募ってですね、そして、なんとか、残すことができました。これもう今は歴史公園になっています。きれいに整備をされていますけども、今なおいろんな発掘研究が進んでいます。ちょっとこれ外苑を中車でですね通ることできませんので、この外苑を回ってちょっと皆さんに
どんだけ広いのかっていうのをですね、実感をしていただければと思います。これが公園の西口ですからですね。この先がですね、セフリ山系ですね。セフリ山系にもいろんな物語があります。ミツゼの町はですね、フランスと深いつながりを持っています。この間犬塚忠さんが、奥さんがイブリーヌさん、フランスの議員さんですね、またフランスとのつながりを深くしてくれました。でこういうおおらかな歴史の流れ、時代の流れに、をこう横に見ながら考えてみると、本当に私たちのこの私の政治家としての一生も一瞬のものです。でその一瞬の中でつまらない争いをしてみたり、分断を煽ってみたり、分裂をしてみたりっていうのは、そんなもったいない話はないと思います。だから今突如として、分党論が出てきましたけども、それはまあみんなが納得した上で、次の活動がしやすいようにという玉木さんのですね、まさに代表としての配慮だと思いますが、まだその分党といったことについてですね、それを認めたわけではなくて、全部が新しい、合流新党でやっていけるように、努力をしていきたいというふうに思っています。これがですね、この上がを遺跡に来られた方々がお通りいただくんですね。そうですね、本当にここに来ると一緒にこの遺跡を残すためにですね、頑張ってきた友人たちの一人一人の顔が浮かびます。この神崎の選出の水田忠一さん、私の県会議員の同期です。年齢はですね、私の母とほぼ同じ、母より1個お若い方でしたけども、本当にすごい方でした。水田さんはですね、お父さんも県会議員で、佐賀の消防のトップをなさいました。で夏の暑い時も冬の寒い時も水田忠一さんはですね、一回もテントに入られません。いや、それどころか座ることさえなさいません。もう何時間もあるわけです、練習がですね。だけど、立って頑張ってる若い、消防団の人たちとせめて、同じ、足を踏みしめてやりたいということでやっておられました。最後不幸な事件に巻き込まれてしまいますけども、水田さんはそんなことをやる人では全くない。今でも私は無実を信じています。もう亡くなってしまいました。私の子供が生まれるときは必ずですね、横におられるんですね。でも本当、それだけ長く一緒にいたということなんだと思います。もうちょっと行くとですね、私 の, 祖父が梨園をしていた、その吉野ヶ里町に行きます。吉野ヶ里町、今の町長さんも立派な町長さんで、歴代ですね、いい町長さんが続いています。町の力を引き出す、そういう町長さんですね。で私のスタッフの庄島くんが、町会議員として、当選をしてですね、頑張ってます。庄島くんはどう言ったらいいでしょうね、もうの大きな大きな、高校も私と同窓なんですけども、なんて言うんでしょうかね、ムーミンさんみたいな優しい男ですね。町会議員としていっぱい活躍してるんで、この新型ウイルスのためにみんなとこうやってほんの隣まで来てても会うことができませんけども、しかしまた彼らとも頻繁にですね会議をしています。このちょっと先がもうこの辺がですね、祖父が
な支援をしていた、三田川の萩原という地区になります。お一人お一人の家がこうやって分かるんですよね。やっぱりあの長く、政治の世界に送っていただくと恩人がたくさんいますね。とってもあの吉野ヶ里町というのも綺麗な町です。でもうこれであのその祖父のこの目の前に私の母方のですねお寺さんが見えてきました。今はあの佐世保の方にですねおじがあの自衛官で行ってるためにそっちにもあのお墓がありますけども、長い間本当にこの地域でですねあのお世話になりました。やっぱりその心の安定っていうか、今日もあの消防寺の和尚様がおっしゃってましたけども、このお盆というものはどうやって生まれたかということでですね、あの木蓮さんのお話をされてました。木蓮さんはいろんなものがですね、見えるということでもお釈迦様のお弟子さんの中でも非常に優れた方だと言われていました。ここがですね、私の母のこれですね。私のポスターも貼ってありますね。この一帯なんですね。あの木蓮さんはですね、お釈迦様のお弟子さんの中でも本当にその敬願の方でですね、やっぱりこの辺あの自分のあれなんで私のポスター多いですね。ありがとうございます。もうじきあの合流神道になったらこれも作り替えようと思ってます。それまでに体重を7キロぐらい落とさないと写真撮れないんですね。この踏切が小さな頃怖くてですね、これがカン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 なるんですよね。それであの火の玉だなんだって大人が脅すもんだからもう本当に恐ろしかったですね。まあその木蓮さんの話に戻りますと、ところがそのどこを探してもお母様がおられないと。でそのお母様がなんでおられないかというと、地獄のその手前にですね逆さづりにされていたと。でなんであんな優しい素晴らしいお母さんがあの逆さづりなんかされるんですかということをお釈迦様に聞くとですね、あなたが可愛くてもしかするとその他の子供さんをですねあの冷たくしたんじゃないのかなっていう答えだったらしいんですね。私たちはそこであの消防士様がおっしゃるには、みんながつながってると、みんなを大切にしなきゃいけないと、誰か一人をですねあの排除すればそれは世の中の半分を失うことだってある人がお話をされてましたけども、あのつながってるんだと、因果はつながってるんだと、全ての生き物がつながってるんだと、大事にしてくださいと。でもこれであのスタートに戻りますけども、つながってるんです。誰かに向けた悪意は必ず戻ってきます。今日もですねあのある方が、私が玉木さんが大嫌いだからこういうことやってるって、大嫌いだったら一緒の党にもなりませんし、大嫌いだったら選対本部長をしません。でもですね4期も違うとやっぱり違うものは違うって言わないといけないんです。あの小さな支持率の低迷してる政党で甘んじているんだったらもうそれでもいいですけども、しかし私たちはこの新型コロナの大変な非常な事態にいます。今日も夜ですねあの野党合同ヒアリングで大変なご協力をいただいている A さんが来ていただいて、 A さんを中心にまた多くの仲間と共にこの制度を
どのように変えていけばいいか。これサービス推進デザイン協議会から変わったみたいですね。で、そのことで何が起きているかということについてもお話をしてみたいというふうに思います。この先がですね、今度は上峰町っていうところになります。この先にあった大きなショッピングモールは撤退をするということで、この上峰町の町長は私の政策インターンをしてくれていた竹広雄平さんです。当時日本で一番若い町長になりました。大変なその財政危機を引き継いでですね、今本当に不死鳥のように蘇ったところであります。じゃあ、また夜8時、皆さんごきげんよう。これ吉野ヶ里温泉って言ってです、これもいいお風呂ですね。前はここに壁があってポスター貼ってくれてましたけど、もうポスターないですね。皆さんたくさんのご協力をお願いをいたします。それじゃあ、いつもここで街頭演説をやってるんですね。ありがとうございます。そうですね、好き嫌いでやっちゃいかんですね。夜8時です。誰か呼びたい、国会議員がいたらおっしゃってください。お願いをしてみようと思います。阿久津さんとか山野井さん、これを見ていたら、あるいは黒岩さんや奥野さん、渡辺修さん、川内さん、まさに持続化給付金はですね、川内さんがやってくれたものです。川内さんは私の民主党のですね、代表選挙の時の選対本部長です。で、まあこれで最後にしますが、この合流新党が緊縮だと決めつけてる人がいますが、絶対に違います。そもそも小沢先生方の周りの方々はですよ、消費増税をする当時の民主党政権に反発して出ていかれたわけであります。私は民主党代表選挙で野田総理と戦ったわけですけども、消費税を増税すべきじゃない、私は消費税はなくすべきだと考えています。で、そういう人たちを増やすためにもですね、合流新党をさらにさらに強くしていきたいというふうに思っています。じゃあもう上峰町まで来ました。皆さんどうぞ良い午後をお過ごしください。青い空と雲で。じゃあごきげんよう。失礼します。